3.11以後、将来のエネルギー選択肢を広げる必要性が強まり、自然エネルギーへの関心も高まっています。その一つが、海洋発電です。海洋発電は、出力が安定しにくい太陽光や風力に比べ、時刻や季節、天候の影響が少なく、24時間365日、比較的安定した稼働が期待できることが最大のメリットです。四方を海に囲まれた日本は、 豊富な海洋エネルギーを持っている一方で、海洋発電の開発は海外に比べて遅れをとっていると言われます。海洋発電の最先端で奮闘するベンチャー企業を取材しました。淡路島の北端にある岩屋、明石海峡を望む漁業の町です。ここであるベンチャー企業が海峡の潮の流れを利用して発電する潮流発電の開発を行っています。 社長の鈴木さんは、神戸大学や韓国海洋大学と共同で様々な実験を繰り返し、潮流発電装置を開発してきました。そして最終的にたどり着いたのが、このマグロ型潮流発電装置です。流れてた水が、ここの膨れてるところでね、流速が加速されるんですよ。で一番ね、あの、効率よく回る形状が今これになってます。実は鈴木さんは貨物船の元船長。海を知り尽くした経験が、 この潮流発電装置に活かされています。この大きく曲がったプロペラは、大型の魚や人工物が当たっても壊れにくいように設計されたものです。海中では、機械の交換や修理が難しいため、長期間壊れることなく動き続けるように工夫されています。また、重力と浮力を釣り合わせるため、筐体の中身は空洞になっています。流木とか網とか海藻とかロープとか、 いろんなものが流れてますのでね、海の中には。そういうのが当たってね、簡単に壊れてしまったら困ると。さらに、先端のユニバーサルジョイントは、複雑に向きが変わる流れの中でも、常に最適な向きを保ち、効率よく発電できます。現在、直径3メートルの発電装置が試作され、実際の海で、およそ10キロワットの発電に成功しています。鈴木さんらが将来目指しているのは、 発電装置を数百機並べた発電設備を作り、黒潮の流れを利用した海流発電を行おうというものです。日本の沿岸には黒潮が流れてるんですよ。これは北半球でいうところのね、あの二大海流なんですね。膨大なあの力なんですわ。これをね、使わない手はないでしょう。でもまだまだ遅れてますよ。ヨーロッパからはもう10年確実に遅れてます。うん。でも、追い抜く自信はあります。 一方こちらは和歌山県の南端近く。沖合およそ200メートルの海上に浮かんでいるのが波力発電機です。神戸大学と地元の環境機器メーカーが共同でこの波力発電機の開発を行ってきました。波力発電機とは海面の波の上下運動からエネルギーを取り出し発電する装置です。波力発電機では波の上下運動からいかに効率よくエネルギーを取り出すかが鍵です。 神戸大学の研究者だったカンキさんが考案したのが、ジャイロと呼ばれる回転する円盤を使う方法です。このように全体を上下させると、円盤に働くジャイロモーメントによって、ジャイロ全体が回転を始めます。この回転で発電を行うのです。波とかいろんなものを使うもんでしたら、往復道と言いまして、往復するものが多いんですけど、これはあの、何もかも回ってるだけなんですね。まあ、スムーズに回ってる機械なんで、 耐久性はあると現在最大出力は5 0ット一気で一般家庭数十件の電力を賄えます。2020年には大手造船メーカーと協力して、出力1 0 0ット1キロワットアワーあたり20円の発電コストを目指しています。それどういう嵐の中でも耐えて、かつ発電し続けるものをですね、許せるコストの範囲でそういうことを実現しないといけないんで,ですね。 海洋発電の実用化には技術開発だけでなく漁業権や海上交通への影響などの課題も残されています。国内ではベンチャー企業が中心に開発が進んできた海洋発電ですが、最近は大手のメーカーも本格的に海洋発電に取り組み始めています。海洋大国日本に適した自然エネルギー、海洋発電が将来のエネルギーの有力な候補となるために、 実用化に向けた研究開発の進展が望まれます。